oh 朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きます木下先生おはようございますおはようございます。よ,ますよろしくお願いいたしますさて野菜や果物を多く食べる人はそうでない人と比べ20年以上に死亡するリスクが7、8%低かったという研究結果国立がん研究センターと横浜一律大学のチームがまとめました 研究は全国の11の地域に住む40歳から69歳の男女およそ9万5000人が対象で1995年から1998年に食事に関するアンケートに協力してもらいその後のおよそ20年間を追跡しました。 でアンケート結果から参加者ごとに1日あたりの野菜と果物の摂取量これを推計し最も多いグループから最も少ないグループまで5つに分けて死亡リスクを解析しましたでその結果果物では摂取量が最も少ないグループよりも最も多いグループでは死亡リスクが8%低く野菜は7%低かったということです。木下先生このの研究結果というのはどう 止めればよろしいんでしょうねまあ実は以前からがんにかかりにくい生活習慣として野菜や果物を多く摂ることこれはまあ発表されてきたんですね、はい、まあが癌にかかりにくくなれば長生きもしやすくなるようにも感じますし、ええ、まあ今回の報告をまとめた横浜市立大学の後藤敦史教授はまあ、今回の結果は 接種量の目安を決めるための基礎的なデータとして活用してほしいとまあお話してますね。はい、えー。もう一つですね興味深い調査結果があります、えー。2021年時点で不妊の検査や治療を受けていたり過去に受けた経験があったりする夫婦の割合22.7%に上り過去最高となったことが国立社会保障人口問題研究所の出所同行 基本調査で分かりました前回2015年のこの調査よりもですね。4.5ポイント増え、初めて2割を超えました。まあ、この背景には晩婚化晩産化のこの進展があると見られています。この調査結果、これはどうでしょう？まあ不妊というのはですね。ええ、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで成功しているにもかかわらず、まあ、一定期間。まあこれ1年なんですけども妊娠しないものを言うんですね。はい 今までは10組に1組がだいたいこれに該当すると考えられてきたんですが、えー、これ相当増えましたよね。<ー>現い的にはですね。という結果ですよね。国立社会保障人口問題研究所はですね、はい、子どもを持とうとする決断する年齢が高くなって妊娠につながりにくい場合が増えているようだと分析してるんですけど、えー、やっぱりねあの妊娠性といいまして、えー、どうしてもあの 年を取るにつれて妊娠はしにくくなってくるんですよね。<ー>ですからあの後で妊娠すればいいやっていう考えはね、うん、まあ間違いではないんですけれども、はい、正しくもないと思った方がいいと思うんですね。そう言うことなんですね。はい。さあそれでは今朝のテーマいきましょう。こちら。ダニと花粉症、秋のアレルギーに要注意。症状と対策は。 夏の暑さが徐々に和らいできて、秋の気配が感じられる季節となってきました。まあ、この時期、咳くしゃみが出るという方もいらっしゃるでしょうね。その咳やくしゃみ、秋のアレルギーの可能性があるという指摘があります。え、この秋のアレルギー原因はダニと花粉症と言われているんですが、まずはですね。ダニについてです。木下先生、これ秋、秋ダニアレルギーが。 発しししやすすいようううななんんででがこれどてょダニはですね夏場に繁殖して増えまして、はい、秋にはその数自体は減るんですけれども、ええ、まあ9月頃からダニは死骸となって、ええ、またあの糞なども増えた状態になるんですね、はい、まあ空気が乾燥する秋から冬にかけては0.01ミリ以下の粉状、ね、粉状になったダニの死骸や糞が空気中に舞い上がりやすくなってこれを吸い込むことで アレルギー症状、まあ、具体的には鼻炎や結膜炎、皮膚の炎症、喘息などを引き起こす原因になり得るんです、はあ。これ、どっか飛んでっちゃえばいいんですけどね。<laughs> まあ、そうですね。<laughs> なかなかでもそうもいかない。ですね。すねええー。これ、どうでしょう。埼玉新都心ジャガークリニックにも、今の時期、ダニアレルギーの患者っていうのはいらっしゃいますか。まあ、もちろんいらっしゃいます。えー、えー、埼玉新都心ジャガークリニックは舌下、えー、免疫療法。 っていうのもやってるので、まあその相談が割と多いでしょうかね。あのベロの下に、はい。何か薬をこう薬を入れて、毎日やって、だんだん慣らせていく。慣らすんです。そうですね。まあ4、5年かかるんですけど。そんなかかるんですか。効果はありますね。そうですか。そうですね。え、木下先生は大丈夫なんですかアレルギーは？え、まだ始めておりません。あ、そうです。じゃあ大丈夫だってことですね。はい。でもこれダニアレルギーにならないようにするにはどういう対策すればいいんでしょう。まあ対策のポイントはですね。 繁殖の防止とアレルゲン除去の2つですね、はい、繁殖の防止は具体的にはですね除湿掃除熱処理なんですね、はい、まあ敷布団をまあ干すとか えー、掛け布団は寝ない時間をめくっておくとか、はい、畳も年に1回は天日干しするとかですねこういうことになります、はいえー、掃除はですねフローリングや家具は、まあ、水拭きですね、えー、水拭きをする、はいえー、畳やカーペットや布団などは丁寧に掃除機をかける、はい、それから熱処理っていうのは 生きたダニは50度以上の熱で死にますので、えーえー、布団の乾燥機、はい、その後に掃除機をかける<ー>あと、あのー、シングは寝具は乾燥機またはアイロンがけをした後に洗濯をしていただくというのがいいと思います、はいえー、あと、あのー、アレルゲン除去としてまあ洗濯っていうのがあるんですが、えー、実はダニのアレルゲンは水溶性なので洗濯は非常に効果的なんですね。 まあ週に1回程度は取り替えで洗濯ー、ええ、まあカーテンなども年に1回以上は洗濯していただくと何、うん、ていうんですかねゼロにはならないんですけれどもう一つは花粉症です木下先生これ花粉症春というイメージがどうしても強いんですけども秋も花粉は飛んでいてアレルギーの原因になってるってことですね。まあ花粉症の原因といえば春のスギやヒノキこれが有名なんですが。ええ 実は一年を通して、六十種類ぐらいの植物の花粉が飛んでいて、はい、アレルギーの原因となっているんですね。えー、まあ、秋の花粉として有名なのがブタクサとヨモギなんですね。はいえーえー、これ、秋の花粉症ってどういう症状が出るんでしょう。まあ、これはですね、春も秋も共通していて。えー くしゃみやサラサラした鼻水、鼻づまり、うんええ、それから目の充血や痒み、皮膚の痒みなどなんですね、ええまあ、特に豚草はですね、花粉のサイズが小さいので、ええ、え体の奥深くまで入り込んでし,ますしやすい特徴があります<ー>、まあ、気管支まで入り込みますと、ええ、咳が起こりやすくなりますし喘息の方は症状が悪化する場合もありますねそうですかこの秋の花粉症です、予防する方法 これは春の花粉症と同じですか？まあ基本同じです。<え>まあ花粉を浴びないようにすることですね。1> はい、ま1つはメガネやマスクの着用です。はい。 2つ目は外出から戻ったらうがいや洗顔をして花粉を除去する、ええ、まあ3つ目は帰宅したら衣類の花粉は払い落とすこと、はい、まあこれで対策はできるんですがまあどうでしょうかねゼロにはなかなかね難しいですよね。ええ、ねゼロにはならない木下先生に伺ったダニアレルギーあと秋の花粉症対策しても症状がなくならないという場合はこれはどうすればよろしいですか、まああの すべてね症状をなくすことって不可能ですが、まあ程度によりますけれども症状を軽くすることでもダメな場合は医療機関を受診して、これ早めに治療した方が軽く済むっていうデータがありますので、まあ早めに治療した方がいいと思います。あのダニアレルギーの場合は絶加式というね、絶加免疫療法がありますよね。花粉もあるんですか？花粉はね、まあ実は杉しかないんですね。 はい、もっと作ってもらいたいで,そうですね。<laughs> すもっと作ってくださいお願いします。はい、はい。え今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下弘一さんにお話を聞きました。木下先生ありがとうございました。失礼しました。